딱히 이 가시다가 고민간로 사만사만다 지금 또 강가에 되고 아래 샤카이 교육지 번호 강가에 되고 아래가 마치즈 그리 という 시대로 강가에 되고 ときに 마치니 스마이스 人たちの いわゆる 福祉 幸福というのを 강가에 되고 という 시대인가라도 민나 추상적인 話 마치즈 그리 때 叫ぶのは それは必要でしょう しかしそれだけでは共同活動は始まっていかないわけですよ。だから一番あと10年後20年後30年後何もしなければこの町はこの故郷はこの学校はそして社会教育はそしてこの公民館はどうなるのかそれでいいのかという議論もやっぱりきちんとしていくべきです。 その時にさっき言ったように宗教信仰何と言おうと1から10まで全部やるって言ったらできない。そこに地域の実情があって緊急性の高いものからそれぞれの町から取り組んでいくっていう選択をしていく作業が必要になっている。我が地域の実情体力に思いを馳せながら できれば自分の地域は自分たちの力で取り組めるようにって控除能力はこれからどんどん落ちていくでしょう。高齢化と人口減少は納税者の減少ですから財源を手当てしながら町づくりを進めていくというのはなかなか難しい時代になっている。しかし一方で高齢化が進んでいくということは自助の能力が非常に落ちていくという時代を浮き手るしさらに深刻にそれがなっている。 であったらこういう時代の中で町づくりの議論をしていくときに公民館の役割を考えていくときに一体どういう学びどういう取り組みを進めていくべきなのかということを地域住民を軸にしながらしっかりと議論をしていくということが始まっていかない。市役所が何歩説明しようが町役場が何歩 説明しようが動くのはここです。できれば子供から年寄りまでの共通課題家庭教育社会教育学校教育の共通する課題ですから多世代が集まって議論をしながら取り組むべき順序性を整理しながらやれることからやっていく。その軸に公民館が場所として機能として それを発揮できる。できればそこに金のかからない防災士の人、消防署の人、役場の職員の人、生きてもらいながら指導を受けながらそれを現実化していくというプロセスが生まれていくといいね。私が 69歳ですが 一番身近なふれあい센터や中央公民館に行けと言われるとこれはなかなか大変です。だから学びとか活動というのはできるだけ小さな拠点の中でやっていくというのが一番いい。小さな拠点って何かって言ったら自治公民館区小学校区そういう活動ができる範囲の中でいろんな取り組みを考えている。 長崎市が全体で例えば一律に防災について説明をしていっても心反対の防災と私が住んでいる山のとっぺんの高齢者しかいないところの防災は全く違う様相を示していくはずです。その町のことはその町でそこをどう支援していける公民館になれるかどうか。 しかしそれぞれの公民館でそれまで積み上げてきたものもろもろのことがあるでしょうか。その活動の中で紡いできたいろんな組織との関係人との関係があるでしょうか。それを全部捨てろと言ってるんじゃない。それを大事にしながらその先を繋いでいく。そして住民の学習を保障していくっていう動きがこれから必要になってくるだろう。 抽象的なものをさらに具体化していくためには、うちの町は年寄りしかおらんって、
台風の早め早めの避難ってテレビが言おっばってん、こういう状況になった時に車椅子に乗ってるじいちゃんがあそこにおるよって、あそこはなかなかあの膝が移動して受験してるばあちゃんたちがいるよって、その時にこの町は一体何ができるんだろうっていう具体的な中身を訴状に載せながら防災の議論をしていかないと、広い範囲の一般的な防災の議論をしていってもそれはいざという時には使えないはずです。そこが年寄りの多い町の町づくり一番根底にある命を守るという人です。だからできれば絵手紙をやってもいいし英会話をやってもいいんですが、住民にとって極めて切実な問題を展開軸にしながら公民館活動をもう一度見直していくという一つの視点にはなっていく。防災とか防疫とか認証患者が増えていったり不審者が増えていったりすると、子どもから高齢者までの見守りの問題というのも非常に大きな課題になっていく。さまざまな地域にいる様相の異なりがあるので、その具体的な事例を載せている。できれば人口が減って年寄りが増えていくというのは一人の人間の負担が大きくなっていく時代ですから、できるだけ役割が分担できるような仕掛け、仕組み、組織、そういったものの中で年寄りでも何かの役割を一つ果たせるような、何もできんけどこれがなったら私はそこに行くよというような動きができるような、今後ますます一人の負担が大きくなっていく時代社会になっていくわけで、そのことを前提として議論したり整理していったりすることが必要になってくる。学んだことを現実化していく、実質化していく、学びを閉じ込めない。ならハザードマップを作ったら作っただけで終わってしまっている。しかしハザードマップは毎年毎年大雨の中で変わっていく。そういう学びの実質化と実際を想定した動きをどう作っていく。これは防犯でも防疫でも防災でも全てが同じだろう。もともと自治会はさっき言ったいろんなことに取り組んでいってるわけです。だから一つの組織がいろんなことをやれるといいですよねって、一組織一つしかやらないっていうのはこれは負担が大きくなる。長崎県でもそうです。組織ばっかり事業をやるための組織ができて、出てくる人はみんなそれ同じ顔が出てくるんです。金太郎飴ですよ、あらまたお会いしましたねって、会議の看板が違うだけ。これになると一部の人間の負担が共同大きくなっていってしまう。だからプランナーとかコーディネーターの力量というものをこれから公民館の職員とか社会局担当者にどう培っていくか、それから公立公民館による自治公民館あるいは社会教育関係団体支援をどう強化していくか、学びを閉じ込めないで活動につながっていく、いわゆる実質化するための学びをどうつなげていくか。楽しみがあってもいい社会娯楽施設ですから、だけどしたくなくてもやらなきゃいけない。一人の元気はみんなの元気っていう視点が町づくりの根幹だろう。これ前私 SDGs の会SDGs ってずっと社会教育という無理難題を言われて喋ったことがあるんですが、これ諫早のこれ小栗公民館の取り組みをその時に紹介させてもらったんですが、そこが公民館の主催で防災について、学んだ。その時に来たい人とおいでっていう話じゃなくて、来たのが自治会の代表、婦人会、老人会、学童保育、それから育友会、小学校の先生だったのがどうなのか知らないんです。小学校関係者、こういう人たちが集まってきた。
この授業の主催が小栗市区公民館だった。つまり多世代多分野の人たちが防災について学ぶ。その時の講師が防災組織、つまり防災士という人たちが来てくれたりとか、気象庁の人に来てもらうとかって話をしてました。地域の防災を担っているのは消防団の人です。それから市役所の防災関係のセクションにいる人たちも来てもらって、こういう学び合いをした。これはこれで素晴らしいことだと思いますね。多様な人たちが集まって、既存の取り組みをしている人たちを中に取り込みながら、防災についての学び合いをしている。ただです、もう一つ言えば、ここで完結してしまうと地域まで広がっていかないわけですよ。さっき言ったように、自治会もこの地域全体によって、川沿いの自治体もあれば、山の上の自治体もあれば、若い人のおる自治体もあれば、年寄りもの多い自治体もあるわけです。だからここでの学びをきっかけに、学んだ人たちがそれぞれの場所に持ち帰っていきながら、そこで最後学んでいくという仕組み、公立公民館の学びの後支援を作っていかないと、学んだことが地域に馴染む形でここを一人一人に定着をしていかない。だったらこういう人たちの力、ここに貿易とか防災となれば、市役所の人も福祉関係とか警察関係とか、いろいろここが変わってくるだけの話です。学んだ人だけが分かる防災である。そこには来ていない来た人たちが持ち帰って、できるだけ広い範囲の中で学びを共有できる拠点に公民館がなれるかどうか。やっぱり学びが一部じゃない、全体化していく、座学ではない、それぞれの地域で初めて、あるいは団体で初めて、学校で初めて実施化されなきゃいけないわけですから、これをどうするか。金がないんだから金をかけない、金のかからない人をできるだけ、公民館という公立施設ならそのつながりの中で集められるはず、組織化できるはず、リストアップできるはず、そういう仕組みを作っていくことで、コーディネートができる仕掛けを強化していく。ここに学んだことを地域に返していく、防災を拠点にして学んだけど、それをそれぞれの団体や地域に返していくという学びを生かすというベクトルがを作っていくという作業がおそらく必要だと。そうしないと持たない。逆に真ん中に高齢者を置いたとだけが防災という内容だ。これ対象を置いたときに、高齢者はコロナのこと、防災のこと、オレオレ詐欺みたいなこと、地域環境のこと、生きがいを持てるような公民館での学びのこと、それから家に閉じこもって情報、外側の情報がほとんど入ってこないという人たちの問題のこと、もう西山でも真っ向体操で一生懸命してますが、健康づくりのこと、福祉とか介護のこと、こういった対象別にさまざまに学んでほしいことがあるはず。その向こうには健康でつながるいろんな NPO だとか市役所の職員だとか、いろんな人たちがおるわけです。高齢者の学びと地域をつないでいくというコーディネート、こうやらないとおそらく金もない、人もいないという状況の中で、公民館だけ充実しという期待をされてもなかなか難しい。つながるということ、つなぐということ、つなげるということ、ここがおそらくこれから公民館の活動を社会や時代の要請に応えられる公民館として生きていくための一つの
考え方の軸にならざるを得ないんだろうというふうに思っています。そのことが実際にやられているのが、これは公民館ではないんですが、南島原の笹江さんの会、認知症患者とかその家族を支援していったり、認知症について若者に理解を求めていこうとする NPO でも何でもない地域団体です。こういう活動がをするときに、こういう団体とつながってプラットフォームを作っていく、そしてこう自分たちの勉強会だとか、サポーターの養成校だとか、認知症のカフェだとか、体操だとか、人権集会について学校に出かけていったり、公民館校だとつながっていったりしてる。このプラットフォームと組織を作るだけじゃなくて、実際に何について汗を流していくか、僕は連携という言葉はいつも嫌いだという話をします。連携が実化したものが共同だと、一緒に汗を流すという仕組み、一緒に汗を流せるプラットフォームを作っていきながら、一緒に共同プログラムを実施しながら学んだ人たちの育てていく OJT 活動の中で人を育てていく。決して座学の中で人は物を知ることができても変わっていくことはなかなか難しい。そのことをもう時間が来ましたので、これでとどめたいと思うんですが、長崎県の活力がある地域社会づくりに貢献する実践的人材の育成方策という答申の中に私が話をしたことについては記しておりますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。いっぱいお話をしました。全部をやるのはなかなか難しい。しかし確実に地域の力は何もしなければ弱っていく。主体は大きい、しかし地域の実情はそれぞれ違う。であれば誰一人取り逃さない、持続可能なふるさとというものを作っていく、担っていく、あるいは育んでいく人材を公民館の活動の中でどう育成していくか、山ほどある課題です。だけど何かを一つ動かしてみる、そのことで何か変わり目が見えてくる。何かを一つ動かしてみる、そういう山ほどある課題の中からぜひ身近な問題で地域住民をこうつながっていく、公民館の周辺にいる団体とつながっていく活動をぜひ構想をしていってもらえればなというふうに思っています。以上になりました。終わります。